上助も入りは、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将。官も兵士これも知流一後兵士の上司の一族で、上司への着難。弟に、スケンへ、スケマサがいる。号は小太郎。別意味なは女性とも呼ばれる。要は元年に、父の死へが急死すると、上司の家督は、叔父の長茂が継承するが、同年の横田川原の戦いの敗北などを経て、 その勢力は急速に衰退する。文治4年頃に、ベ茂が源の頼朝に降伏した後は、スケモリは再起を起して、越後周辺に潜伏していたとみられる。十数年を経た、県任元年に至り、越後において、おばの坂岳御前と共に挙兵し、周辺地域の御家人を圧倒する。これに対し鎌倉幕府は、 佐々木森綱を対象とする追悼軍を派遣させた。反乱軍は、要害の下越地方の鳥坂城によって前線するが、最終的には、坂岳が負傷し捕虜となったことから総崩れとなり、助森は脱出して、行方不明となった。その後は北上して、出羽に潜伏したと伝わるが、消息は定かではない。後世 戦国時代において、スケモリの末裔とされる一族が、上杉謙信や徳川家康に仕えたとされるが、系譜上の繋がりは、同時代の基礎士と同様に後世の仮、某の可能性が高いと伝わる。ありがとうございます。